神福寺は、岐阜県橋間市総原町大須にある新言宗の寺院。本尊は、聖観世音菩薩。通称は、大須観音。名古屋市中区大須にある大須観音は、もともとは、この神福寺の一員である、宝生院が移転した寺院である。美濃四国札所第34札所。なお、隣接地に、第33札所の特臨寺がある。年頃、 この地に観音堂が建立されたのが起源と伝えられる。1324年、五醍醐天皇が、尾張国中島郡長岡省を押すに、北の天満宮を創建。1333年に、同社の別当寺として、吉信が創建する。1371年から翌1372年にかけて、そう、権威によって、古事記三条が所赦された。これは、 現在に伝わる、最も古い、古事記の写本であり、新福寺本と呼ばれるものである。1612年、徳川家康の命令で、犬山城主の成瀬正重によって、新福寺の一員である宝商院が、名古屋城城下に移転する。その際、城記、古事記や古典籍、絵画のほとんどが移動し、新福寺のある地名、大須も移動される。このことが、きっかけとなり、 神福寺は衰退する。その後も幾度かの洪水で荒廃するが、地元の人々に守られ続けられる。1964年、現在地に移転する。ありがとうございます。